ジェードグリーンカフェです。どんなお店なんでしょう、行ってみましょう。おしゃれですね。このお店はですね、ユニバーサルデザインを取り入れていまして、入り口もとっても広いです。さらにこちらにはスロープが設置されていて、車椅子の方も安心して利用することができます。お店にどんどん入っていきますよ。わあ、開放的ですね。天井高い。木のぬくもりを感じてとても落ち着きます。ちなみになんですが、皆さんジェードグリーンの由来知っていますか？ジェードグリーンというのは英語なんですが、日本語で翡翠という意味をします。須賀川市の鳥であります川セミや緑ヶ丘公園という意味から、ジェードグリーンという名前がついたそうです。緑を基調にしていて素敵ですよね。皆さんありがとうございます。今日はですね、このお店を運営していますこの方にお越しいただきました。はい、元気ゆき TT 鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。濃いめの方ですね。なんと TT さんはラジオ DJ もされているんですね。はい、須賀川市のコミュニティ FM ウルトラ FM のパーソナリティをしております。はい、ここからは元気コンビでお伝えしていきますよ。お願いします。TT さん、はい、こちらのお店は県内初の取り組みをされているということなんですが、はい、何でしょうか？はい、こちらパーク PFI ということでございます。はいはい、パーク PFI、説明していきます。はい、パークはですね、公園という意味です。うん、PFI はプライベート、民間、ファイナンス、財源、イニシアチブ、主導という単語の頭文字を取っています。はい、民間企業の資金や知恵などを活用して、民間企業が主導となって運営しているんですよね。はい、そうです。このパーク PFI、 やはり街中の賑わいの創造ということで、うん、私たちが受け持ってますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、なるほど。では具体的に見ていきましょう。この緑ヶ丘公園は須賀川市が管理しているのですが、このうち3ヘクタール分を株式会社葵が管理し運営しています。その敷地内でジェードグリーンカフェなどを作り、そこから得られた収益で緑ヶ丘公園を整備しているんです。はい、こちらの整備事業でございます。こちら、緑の空間を基調にしておりますので、自然とマッチした癒しの空間にぜひお越しください。皆さんぜひお越しください。ぜひぜひ。もう TT さん、はい、先ほどからすごくいい香りがするんですけれども、はい、こちらがカフェメニューですか？はい、こちら4種類のピザをご用意しました。こちらがマルゲリータ、でこちらが卵が乗っているのがビスマルク、そしてこちらがシチリアーナといってアンチョビとはオリーブです。でこちらが4種類のチーズのピザとなっております。うわ、全部美味しそうなんですけれども、はい、一番人気はどちらですか？はい、こちらの4種類のチーズのピザがもう大変女性の方に大人気でございます。すごい、オリーブたっぷりですね。では私は早速4種のチーズピザをいただきます。ぜひ召し上がってください。はい、たっぷりになってますね。美味しそう。いや、美味しそう、いいですね。チーズたっぷり乗ってますよ。伸びます。いただきます。これチーズやっぱ伸びる瞬間がたまんないですよ ね。最高です。チーズの旨味がギュギュッと詰まっていて最高ですね。はい、こちら小さなお子様から女性まで大変な人気のメニューとなっております。なるほど、このサイズ感なので1枚ペロリと食べられちゃいそうですね。はい、確かに。どなたでも食べれます。はい、さらにドリンクまで用意していただきました。はい、奥がですね、キャラメルポップコーンラテといいまして、ポップコーンが乗っております。で手前にあるのがいちごセーキとなっておりまして、こちらフラッペのように召し上がってくださ いです、ね、どちらも映えって感じですね。もう大人気です。では私はいちごセーキをいただきます。はい、甘くて美味しい。こちらも小さいお子様が大人気でございます。あのいちごの酸味とミルクの甘さの相性が抜群です。抜群です。最高ですね。こちらあの全部テイクアウトできるんですよね。はい、全部テイクアウトもご用意できておりますので、ぜひ皆さんお気軽にお声掛けお願いいたします。はい、もうここに座っているだけですごく自然と一体化して最高ですね。はい、ロケーションもバッチシでございます。癒しの空間を試しに来てください。あの TT さん、これからお店どのようにしていきたいですか？はい、こちら奥にですね、春にですね、サウナ&スパ、こちらがオープンする予定でございます。ぜひサウナに興味のある方、楽しみにしてください。わ、これからが楽しみですね。はい、いや、もう一日中入れちゃいそうですね。もう朝から夜まで入れますので、ね、楽しみにしてください。TT さん、はい、
今日はありがてぃてぃ、はい、以上中継でした。バイバイ。ティティさんありがとうございました。元気コンビでお伝えしていただきました。